こんにちは、シンガーソングライターとパーソナルトレーナーのゆりです。イエイ。今日はですね、プラバンで工作、子供の頃やったことある人も多いんではないでしょうか。透明のプラスチックの、こんな熱すると縮んで硬くなってキーホルダーとかにできたりする、これでちょっと工作をしていこうと思います。ネットでいろいろ調べたんですけど、縮む率がメーカーによって違うみたいで、一応ここに書かれているのは3分の1に縮みますって書かれているので、試してみようかと思います。まずはカットしていこうと思います。用意しているのはハサミとカッター、定規、下敷きですね、用意してます。これは結構でも分厚いから力がいるんじゃないかな。あ、もうすでにずれてる。え、これ下までは切れないな。よいしょ。でもこれ、あ、ちょっと線だけ入れたら割れる。とても簡単かもしれない。じゃあ次こっち。おお、気持ちいい。切れました。手元にあるのが簡単に、油性ペン黒、白油性マーカー、色鉛筆の赤と青が今手元にあります。じゃあ今日私はみーちゃんをキーホルダーとして作ってみようと思います。まずはですね、見ながら絵を描いていきましょう。ですかね。みー、色を塗っていきます。まず黒いところから塗ろうかな。油性ペン白でズボンの部分塗ります。目のところをちょっと青で代用しようかなと思ってて、このピンクのところを先に今の白を塗って赤ペンで上塗ったらどうかなってやってみようと思います。白塗りました。で、色鉛筆を使う時がプラスチックなので塗れないらしいんですよ。で、それをね、サンドペーパー、ヤスリを使うと塗れるようになるらしいんですね。ちっちゃいやつで、せっかく線引いたのでここをヤスリしちゃうと剥げちゃうから、裏側軽くやるんだって。見るからに傷って感じだけどいいのかな、これで。両方向からここら辺を今傷つけました。目のところと服のところ。あ、でも確かに濡れる。傷がついてるからその隙間にこの赤ペンの繊維が入り込んで、ちょっと逆にこのツルツルの、ほら、ツルツルのとこは全然つかないんですよ。表から見てどうでしょうか。もう一回傷つけてみようか、ここ。やっぱり傷が足りないと薄いんですよね。逆に塗りすぎちゃったか。こんな感じかな。ちょっとやってみようかな。この白いインクの上に赤い色鉛筆のせるとどうなるか。白いさっき塗ったインクの上に赤ペンを薄くのせてます。ピンクっぽくなって、じゃあ目塗っていきます。結構いい感じじゃない、これ。私いつも使っているペンがあって、こういう筆、カラー筆ペン、頭の部分オレンジがあるからカラー筆ペン水性なんで一旦塗ってみるけど、でもこれ落ちちゃうんだもんな。傷つけてみようか一回ね。これで塗ってもでも意味一緒か。ちょっと手汚れるけど自分の手で
伸ばしてみようかな。近づいてきた。私が持っているので黄色しかないんだけど、ちょっと黄色すぎるか、さすがに。顔の色透明でいいか。よし、一旦完成しました。かわいい。形に切ります。ちょっと傷が入っただけで割れてくれるので、逆に言うとこれ切る時もちょっと気をつけないと、すぐその傷のところからパリパリパリって割れちゃうので、慎重に切っていきましょう。クイッていう切り方をしたらちょっとひびがいっちゃいました。よし、切れました。ででーん、この周りを切りました。じゃあ線が怪しくなったので、もう一回一応ね、綺麗に仕上がるように。よし、サイズ測ってどれくらい縮むのかを、足からお団子のトップのところ14センチ、手の先っぽから手の先っぽまで 9.1センチ。なんて中途半端なんだ。縦14センチ、横 9.1センチからどれくらい縮むのか、はい、焼いていきます。我が家にトースターがないので、レンジのトースターの機能でこのアルミを敷いて予熱しようかな。1分ぐらい予熱していきます。3、2、1、予熱終了。温まってますね。シュ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 、乗せます。まあ、これは縮み終わるまでなんですよ。適当に5分ぐらいとりあえずかけてみて、わかるかな。え、あ、あ、縮んでる。あれ、縮んでるけど、すごい歪んでる。あ、歪んでる。すごい歪んでる。あ、え、大丈夫なのこれ。すごい歪んでる。え、どうしたらいい。どうしたらいいのこれ。どうしたらいい。すごい歪んでる。今この本に挟んでおります。紙を2枚用意するんですって。白い紙を、それを挟んで本でとか重いものでまっすぐなもので挟む。そうするとさっきの焼いて縮んでペローンってなってしまったのをまっすぐにできるそうです。というわけで出してみたいと思います。あー、どうなってるんだろう。せーの、ダン。はっ、かわいい。こんなことになっております。縮み切ったかどうかの判断がちょっと難しい。結構歪みが出てるんですよね。まず縦が14センチだったのが 6.5、 横 4.2 というわけで、縦14センチが 6.5 センチ、横 9.1 センチが 4.2 センチになるので、だいたい 46% ぐらいに収縮します。と、正方形のものとかにしたら収縮率変わってくるかもしれないんですけど、という調査でした。じゃあねー、ありがとうございました。素晴らしき日々とこの世界を